さあ貴様の実力を見せてもらおうか。さっさと終わらせよう。大した自信だな。では行くぞ。手加減はなしだぞ。さあかかってこい。せやら、貴様の力を見せてみろ。たかがかペアラだと思っていたが、やるじゃないか。なんということだ。おいおい、わざと負けたんじゃねえだろうな。まさかあいつ相当できる。それなら、おいベアラ、今度は俺と勝負だ。行くぞ。どれだけできるか見せてもらうぜ。まったく、今度はこいつか。ふっ、はあ、なかなかやるじゃねえか。ふっ、はあ、はあ、もう十分か。なんだよこいつ、とんでもない強さだ。いくらマダムの用心棒とはいえ、ベアラーに負けるなど、精鋭部隊の名俺だな。ああ、俺たちもまだまだだぜ。上官の言う通り、もっと鍛えねえと。俺はもう行くぞ。ああ、手間をかけた。見事だったよ。おい、俺たちがあんたに負けたってこと、マダムには絶対に言うんじゃねえぞ。マダムの用心棒とはいえ、ベアラーに負けるか。今日も夜の帳に顔出すか。当たり前だろ。君、ベアラーなのにそのブローチを。そうか、マダムの。だったら話を聞いてくれないか。あんたは。僕はコートの役人で、マチューという。そしてマダムに手を貸す者でもある。この国はベアラの扱いがひどいだろう。僕のようにそれを快く思わない者もいるということさ。なるほどな。それで話とは。この町のベアラーたちのことだ。彼らは常に飢えている。過酷な仕事を課せられる上に満足な食事も許されない。それで餓死しようが誰も見向きもしない。壊れた道具と同じように使い捨てられるだけ。見るのも辛いありさまだよ。これまで密かに食料を配っていたが、住人に感づかれたようでね。だが君なら僕よりも怪しまれずに済むだろう。どうかベアラーたちに食料を配ってくれないか。ああ、俺がやろう。ありがとう。これで彼らも少しは生き延びられる。では早速だが、これが食料だ。食料を配ってほしいベアラーは弊社の周りで働かされている3人。いずれも休むことを許されず、魔法の使用を強要されているはずだ。魔法を使わされているベアラーか。だが気をつけてくれ。彼らは主の所有物。決して誰にも悟られないように頼む。食料を配り終えたらマダムに伝えてほしい。彼女の手の者に伝言すればいいだろう。
わかった。あんたはどうするんだ？僕はこれから表の仕事さ。それでは頼んだよ。魔法を使わされているベアラーか。早く食料を届けてやろう。さあ、訓練は終わりだ。今日も目いっぱい飲むぞ。魔獣からの食料だ。マッチアさんから。ありがとう。でもあんたは早くここを出た方が。おい、印持ち、何勝手に休んでんだ。さっさと火力を上げろ。お前もうちで何してやがる。とっとと自分の主のところに帰りやがれ。おい、まだ直せねえのか。今は無理そうだな。また後にしよう。魔獣に頼まれた。受け取ってくれ。もう食べられるんだね。助かったよ。でもまだ働かないと。後でこっそりいただくよ。いつもこうなのか。俺たちはまだ恵まれてる方さ。魔獣さんの施しがなければとっくに死んでる。そうか。よし、もう十分だ。今度はもっと早く治療しろよ。食料を渡しに来た。魔獣からだ。ああ、魔獣さんな。でも次の仕事があるんだ。すぐに行かないと。休めないのか。僕は治療しかできない道具だから。道具。食べ物をありがとう。日が落ちたらこっそり食べるよ。食料を配り終えた。マダム、仲間に伝えよう。道具か。ひどい扱いだ。そ、いってな。さっさと直す。娼婦の立ち得ぬという子を探してほしいの。何か分かったら
知らせに来てちょうだい。今夜こそうちに寄ってちょうだいな。何か用かしら。魔中に頼まれてベアラーに食料を配ってきた。その報告だ。あら、あなたが。ありがとう。ちゃんとマダムに伝えておくわ。そういえばマチューさん、食料のことを感づかれたって言ってたわね。ああ、だから俺が代わりに。そういえば彼はコートの役人のようだが。ええ、コートでもかなりの地位についてるみたい。馴染みのお客で羽振りも良くて評判だったの。でもベアラーの現状に耐えかねたのか、国の制度に疑問を持つようになって。あの様子を見ればな。今ではマチューさんもマダムに協力しているのよ。その分うちに落としてくれるお金も減っちゃったけど。ちょっと変わった人でしょ。そう思う。でも彼のような人もいるから、マダムも商いの裏でベアラーを助けることができてる。あなたも認められた一人だものね。これからもマダムに協力してあげてね。分かっている。あら、あなた、マダムの新しい用心棒でしょ。ブローチを持たせてもらったってことは、何か仕事を頼まれたのね。タチエヌと一緒に暮らしていたと聞いた。彼女に変わったことはなかったか。ああ、彼女のこと。人と会うと言って出て行ったきり、戻ってこないの。やっぱり、あいつと何かあったんだわ。あいつ？あの子の客で、ザンブレクの兵士なんだけど、最近立ち絵のをつけ回してたのよ。店の外でも構わずちょっかいを出してきて、あの子すごく我慢してたわ。でもマダムには迷惑かけたくないから黙ってて。って。何でもいい。その兵士の特徴を教えてくれ。確か右目に傷があったはずよ。訓練中に怪我をしたと言っていたから。ありがとう、探してみる。絶対にタチエヌを見つけてね。こんな形で別れるなんて嫌だからさ。ザンブレクの兵士、軍の訓練所を当たってみるか。兵隊さんもお気に入り。ダルメキアの役人を待て。さあさあ、いらっしゃい。なんだ、ベアラーじゃないか。あんたが買えるようなもんは置いてないんだけどね。俺はエティエンヌの使いだ。それならそうと早く言っておくれよ。ほら、万平に見つかる前に約束の品を渡して。これでしばらくはやっていける。ソーラ、こっちの取引の品だ。蒸留酒だ。下の肥えた客用にとびきり上等なのを用意しといた。門を通るときは徴収されないよう気をつけな。万兵どもはこういう嗜好品に目がないからね。あとエティエンヌにはこれからもごひいきにって伝えておいておくれよ。ああ、分かった。
新鮮な魚と果物、おいしいよ。荷をすべて改めるまで、関所は倒産。いろいろ売ってるのね。ベアラだ。邪魔だ邪魔。あっち行け。エティエンヌの使いだ。約束の品を持ってきた。なんだよ、そういうことか。これさえあればクソみたいな生活も少しは潤うってもんだ。さっきは悪かったな。少し待っててくれ。こっちの取引の品だ。香水か。よそ見して音。ベアラーが何の用だ。約束の品を届けに来た。見たことのないか。エティエンヌは万平に目をつけられている。ならさっさと。前回と比べて少なくないか。まさか中身をくすねたんじゃないだろうな。いらないなら返せ。ベアラのくせに生意気な口を。エティエンヌの使いじゃなけりゃ役人に突き出してやるんだがな。ほら、これが取引の品だ。これは葉巻か。丁重に扱えよ。高級品だからな。香水、葉巻、蒸留酒、どれも上等な嗜好品だ。こんなものと交換できるなんて、あの小袋には。とにかくエティエンヌのところへ戻ろう。さあ、訓練は終わりだ。今日も目いっぱい飲むぞ。戦に出る前に私と素敵な思い出を作りましょう。もちろん。無事に戻ってきたか。取引の品を扱ってきた。完璧だ。マダムもきっと喜ぶ。もしかしてあの小袋の中身は。気づいたかね。そう、クリスタルだよ。だから俺に中を見るなと言ったのか。おじけづいた君が妙な動きをすれば、目ざとい万平に蹴取られるかもしれない。クリスタルの闇取引なんて。見つかれば首が飛んでしまうからね。私が使っているのはクズのような破片だけ。そんなものでも外側の連中にとっては上等な嗜好品と同等の価値だということさ。それほどクリスタルが手に入らないと。ああ、壁の内側のおこぼれに預かろうと、外側にあのマルシェができるくらいにはね。これを卑しいことだと思うかい。ただ生きるためだろう。それ以上でもそれ以下でもない。なるほど。マダムが気に入りそうな男だな、君は。大事な品を万平に巻き上げられずに済んだ。君のおかげだ。感謝する。マダムにも君の働きについて伝えておくよ。なぜ壁の内側を見ようか。マダムの用心棒らしいわよ。メレヌスの丘から戻ったばかりの。今日も夜の帳に買う。ここに駐屯している兵士の中に右目に傷のある者はいないか。なんだ、ベアラーの分際で人様に声かけやがって。バカよせ。よく見ろ、こいつはマダムの用心棒だぞ。夜の帳を出禁になったらどうすんだ。右目に傷ってヤニックのことだろう。
あいつならしばらく見てないよ。ああ、ここらで商いをしている行商人に用があるからって少し前にムーアに行ったままだ。そうか、参考になった。あのムーアか。なんで行く前に一度イサベルに報告しておこう。そいってな、さっさと直せ。クライブ、彼女のこと何か分かった？ああ、報告することがある。立ち得ぬがそんなことに。彼女をつけ回していたヤニックというザンブレク兵も姿を消している。その兵士は行商人に用があるとムーアへ行ったそうだ。俺もこれから向かう。そう、でもムーアとは厄介ね。なぜだ？あの村はベアラーの扱いが特にひどいの。あなた一人で探るのは厳しいかもしれないわ。それにコートの目前で無駄な騒ぎを起こすわけにはいかないでしょ。ムーアへ行ったら厩舎にいるベルトランを訪ねて。彼は私の仲間よ。きっと力になってくれる。ベルトランだな。分かった。この辺りは穀倉地帯か。以前は気にも留めなかった。ザンブレク軍の監視塔だ。少し探ってみるか。怪しい奴、何をしに来た。行け。Let's go.
明日も忙しいんだ。とっとと引き上げな。大事な買い入れ時だってのに倒れてないで立て。さあ小屋に戻れ。おい、そこのベアラー、こっちだ。早くこっちに来い。遅いじゃないか。何をしていた。何の話だ。聞いておらんのか。わしの息子が魔物に襲われているんだぞ。早く助けに行くんだ。わかった、すぐに向かおう。場所はどこだ。おお、今度のベアラーはなかなか度胸があるじゃないか。息子はこの辺りの海沿いだ。いいか、しっかり魔物を倒すんだぞ。さっきの男、妙に落ち着いているように見えたが、ともかく何かあってからではまずい。奴の息子を探さなければ。誰か助けて。子供の声だ。待ってろ、今助けるぞ。剣を倒しちゃうなんて、お前何やってるんだよ。ベアラーなんて魔物にやられて壊れちゃえばいいのに。余計なことしちゃってパパが知ったら怒るぞ。どういうことだ。魔物に襲われていたんじゃないのか。うわ、ベアラーが喋った。僕はパパに言われてやっただけだもん。なんだと。また喋った、ベアラーのくせに。パパに言いつけてやる。まさかこのベアラーたちは今の魔物に。なんてひどいこと。あの親子に詳しく話を聞かなければ。おい、そこのベアラー、こっちに来い。息子から聞いたぞ。せっかく手なずけた猟犬を殺したそうじゃないか。そもそもなぜお前はまだ生きている。ベアラーはわしら貴族を楽しませるためにいるんだろう。ならさっさと死んで餌になっていればいいんだ。
貴様ら、やはりわざとベアラをけしかけていたのか。また勝手に喋った。パパ、やっぱりこいつ変だよ。最近奴隷商から買ったベアラーかと思ったが、よく見れば確かに知らない顔だな。おい、お前の主人に文句を言ってやる。主人を呼んでこい、今すぐだ。あいにくだな。俺には主人などいない。俺は誰の命令にも従わない。何をすべきかは俺自身が決める。ベアラの分際でいお前ごと。一つ教えておく。ベアラもお前たちと同じように恐怖や痛みを感じるんだ。いいか、命で遊ぶんじゃない。こんな馬鹿げたことは二度とやるな。パパ、こいつなんか怖いよ。えい、ベアラーごときにあれこれ言われる筋合いはない。パパ、また猟犬を買ってよ。今度こそこのベアラーを壊すんだ。ちょうど今別の魔物を捕獲させている。新しい奴が手に入ったらお前を殺してやるからな。まだ続けるつもりか。この様子じゃ殺されていたベアラーもあのまま捨てるつもりだろう。せめて人らしく弔ってやらねば。これまで一体何人が犠牲になったんだ。またベアラーの死人が出たのか。君はクライブだな。なぜ俺の名を。マダムから聞いてる。私もあの方の元で働いてるんだ。しかしひどいことを。彼らを弔うたびに胸が痛むよ。あんたがいつも埋葬しているのか。ああ、マダムの言いつけでね。放置された遺体を葬って回ってる。クライブ、よければ手伝ってくれないか。ああ、そのつもりで来た。これでよしと。そうか、君が猟犬を始末してくれたんだな。だが奴らは新しい魔物を捕獲させているようだ。まだ続けるのだろう。ベアラーの命を何だと思ってる。何とも思ってないさ。だからこんなに残酷なことができるんだ。金持ち貴族どもはベアラーを退屈しのぎに使い、死ねばゴミのように捨てる。だが少なくともあの貴族のくだらない遊びは終わるだろう。助けて、パパ！あの声はさっきの親子か。ほらな、野生の魔物がそう簡単に懐くものか。下手に近づけば噛み殺されるのがオチさ。それはベアラーも同じ。いつか牙を剥かれた時、人様はどうするつもりなんだろうか。まあ結果はどうあれ、ベアラーが無駄に殺されることが減ったのはいいことだ。ありがとうクライブ、これは俺からの礼だよ。俺は何も。取っておいてくれ。また君の手を借りることもあるだろうから。それじゃまたな。
さあ小屋に戻れ。薄野のどもめ。私のクロエを見なかった？うちで飼ってる子なんだけど、いつも一緒に遊んでたのにいなくなっちゃった。あなたクロエを探してくれない？ああ、探してやろう。クロエはどんな見た目なんだ？白くて綺麗な毛で私のお気に入りなの。それにね、おとなしくてお利口な子よ。なのにずっと帰ってこなくて、きっと小麦畑で迷子になってるんだわ。今頃お腹を空かせてるはずよ。ご飯を食べさせてあげなきゃ。なら急ぐとしよう。きっと見つかるさ。闇雲に探すわけにもいかないな。近くの村人に聞いてみるか。クロエはね、白くて綺麗な毛をしてるわ。きっと小麦畑の。ちょっといいか、聞きたいことがある。なんだい、ベアラーのくせに口の聞き方がなってないね。主に何か頼まれたのか？さっさと言いな。少女が飼ってるクロエを探している。この辺りで見なかったか？クロエ？ああ、村の子の。それなら風車小屋の周りをうろついてたけど、小汚くて嫌になっちまうよ。ちゃんと見張っておきなっていつも言ってるのに。あの風車小屋か。もういいだろ、さっさと失せな。白いけど言っていた。こいつは違うか。あれは人が倒れている。一体何が？ベアラーの遺体か。いつまでも寝てないの？さあ、お家に帰りましょう。ほら、クロエ。なんだ、もう壊れちゃったの？ちょっと魔法使わせただけなのに。今までのクロエより可愛かったから大好きだったんだけどな。またお父さんが仕事で使わなくなったクロエをもらってこなきゃ。壊れたんじゃない。君の大好きなクロエは死んだんだ。死んだ？クロエも人と同じだということさ。君は父さんや母さんが死んで二度と会えなくなったらどう思う？嫌よ、悲しいわ。クロエも同じだ。大好きだった彼女にはもう二度と会えない。そんなの嫌よ。いいか、ベアラーは物じゃない。人と同じように死ぬんだ。クロエが大好きだったんだろう。だったら彼女の死をしっかりと受け止めるんだ。クロエ。
ここはベアラーの扱いがひどいと言っていたが、彼女の仲間に話を聞いてみよう。